上げ上がったメガネの小太りの65歳のおっさん、はい、かっこ悪いじゃん、はい、超かっこいいよ、超かっこいいっすよ、超かっこいい、もう目力やってやるか見てるこういう65歳になりたいね、なりたいです。監督としての最も重要な役割はファンに熱狂してもらうことだ。やっぱ熱く魅了できるか、フットボール勝つためにやってるんじゃない、ファンを熱くできるためにやってる。過去一番うなずきが多いかもしれないです。記者40人50人ぐらい呼、はい、んで行った人がコーチングのマスタークラス天才の仕事を垣間見れた、そういうコメントを残してます。記者が尊敬して終わるってやばこいつ13歳のポチェティーノ寝てる時にあの足どんくらい長いんだろうなって25歳のビエルさんが忍び寄ってあ長いこれいけるぞみたいなやりますね、ビエルさん。変態ですから。エルノコ、25歳の時から。やってますね。もうでね、ユース10年間やる、はい、ユースコーチ。で、1990年に一軍の監督に昇格して、はい、初年度リーグ優勝。伝説。伝説です。映像見ますか？あるんですか？優勝した瞬間。いや、もうお願いします。1990年、優勝した瞬間。チェ・ゲバラの王道ですか？クソ熱いじゃないですか。暴動にしか見えないですいやそう確かにね、チェ・ゲバラの革命だよね。革命ですよ。暑いね。1990年代のアルゼンチン、はい、いや別人間の暑さがありました、ね、すごいね、はい、であの時叫んでたのが、はい、ニュースカラホカラホってどういう意味ですか。英語で言うとファックカモンファッキンニュースみたいな感じらしい。なるほど、英語に直すとそんな感じ、ね、そう、日本で言うと多分よっしゃニュースクソタレガーみたいなトランス状態言っちゃってますね。うわ完全に言っちゃってしまいますか。ビエルさん面白いですね。いやもう34分超面白いですね。いやここら辺すっげえ変態すぎて面白い。これも4部作ですね。2年しか指揮取ってないのに、はい、スタジアム名エスタデオ・マルセロ・ビエルさん2年しかやってないんだよ監督。伝説のとこ、伝説のとこなんです。2年で伝説の12年いたんだけど、その2年で。いや、でも、ファン分かってんでしょうね。10年間やって、2年も全力尽くしたから。そうそうそう。そうで、辞めた時も、はい、もう、疲れ切っちゃった。休みます。もうやり切ったと。で、辞める。そう。はいはい、街中みんなビエルサ信者。いや、そりゃそうでしょうね。あいつは90年代しかもタイトル取ったんですからね。そういうもんですよ。35歳。いや、最高です、ね。カラホカラホ。だ今、リーズカラホって言ってるらしい。マジですか。そう、ここから走っておきます。ここからそうですね、スピードにしましょう。ここからすぐ1990年でここから2017年、はい、27年間走っていきます。わかりました、はい、90年から98年までは、まあ、メキシコアルゼンチンスペインとかでクラブを転々とすると、はい、で1998年アルゼンチン代表監督に就任すると、はい、6年指揮するんですけど、一言で言うとアンラッキー。そうですね、アンラッキーでしたね。なんでこのメンバー揃えていけなかったんだって思ってぐらい豪華でしたよ。バティ全盛期ですから。バティ後半ですかね。バティ後半ですね、うん、2002年は確か。2004年コバ準優勝と、まあ、2004年オリンピック金メダルを獲得すると、はい、ちょっと休んで2年ぐらいもう疲れちゃって、またまたまたあの俺の図書館行って燃え尽きたんですね。そう、燃え尽きた、疲れたっつって図書館行って、またサッカー見て見直すでチリ代表監督就任2007年、はい、これも伝説ですね、うん、2010年は12年ぶりにワールドカップ出場してベスト16まで進む。で当時21歳のアルセス・サンチェス、ビダル、メダルとか、まあ、若手を起用して攻撃的フットボールでファンを魅了すると。はい、まあ、チリといえばササコンビからの続くアタッキングフットボールなんですけど、はいはい、こいつのおかげでもう全員アタッキングみたいな感じになりましたから、もっとアタッキングみたいな感じになりましたから、面白かったっすよ。チリ人、国民が全員信者になっちゃったらしい。さすがですね。そう。どんだけ信者増やすんですか、ピエールさん。どこ行っても信者。だって若手使ってアタッキングフットボールで結果残すってさ、一番見たいやつ。一番、もう誰もが求めるやつ。一番見たいやつ。やりたいやつですから。そう。しかも代表でそれをするっていうね。最高です。代表はみんな固くなりますからね。結果残さなきゃいけないみたいな。そうだね。もうこの頑固ですよ。そう。このおっさん、スペックで言うと、はい、ハゲ上がったメガネの小太りの65歳のおっさん、はい、かっこ悪いじゃん、はい、超かっこいいよ。超かっこいいっすよ。超かっこいい。この写真見て、なんてかっこいい小太りハゲ上がったメガネおじさんだと思って。目が違いますね。目が違う。一瞬ランニエリかなって飛び去るみたいな思うんですけど。違う、全然違う。近寄って目を見たら違うんですよ。違う。もう目力が違う。やってやるから。見てるこういう65歳になりたいんだよ、ね。なりたいです。やっぱ情熱湧いてるとやっぱ違うんだろうね。衰えないですね。全然進まない。ピエールさん全然進まない。走れない。で、その後、はい、ヨーロッパの、まあ、中堅クラブを転々とする。そうですね。ビルバオ、マルセイオ、ラツィオ、リーグ。で、ビルバオでは初年度にヨーロッパリーグとコバデルレー、準優勝と。はい。めちゃくちゃ美味しいところ。強かったっすね。そう。一気にビルバオが変わりましたから。いや、覚えてる。ラリーが全然見ないのに覚えてる。
あ、なんか強いらしいねって。なんか急に強くなったなっていう。うん、ユナイテッドを下すんだよな。はい。いや、しかもビルバーはある意味純血主義取ってますから。あ、そうだよね。はい、そうだよな。本当ローカルだけだもん、ね。本当にそこだけでしょ。バスクだけだもん。そうだ、はい。もうだからニューウェールズみたいな問題なんですよ、ね。そこを育成で育てて強くするみたいな。素晴らしい。それ一年で成し遂げますからね。すごいよね。違います。いや、違う。全然違う。まあ、なんで彼が最高の監督、鬼人と呼ばれるのか。はい。まずやっぱサッカー変態。まあ、リーズの面接の時行く時に24チームの全フォーメーションの頻度と戦術バリエーションをまとめていく、はい、そんなやついないですよ。ビルさんはね、クリスチャンで、クリスチャンといえばやっぱクリスマスの聖なる夜ですよ、はい、もう1年として一番重要な日、はい、彼は14時間の試合観戦して過ごしてるらしいですね。2時間の練習と14時間の試合観戦、それで16時間彼にとってはそれが聖なる日なんでしょうね。そうそうそう。ニューズオールドボーイズの時に選手に突っ込まれたらしいですね、はい、教授、問題があります。あなたはフットボールに24時間費やせますが、我々は人生があります。サッカー変態で、やっぱビジョナリーなんですよね、はい、相手の徹底的分析、徹底された準備、はい、スピード感のある縦の動き、ハイプレスとか、もう近代フットボールにある要素を30年前から彼は全てやってたと。天才ですね。30年前からずっとやってた。これはもう試合をたくさん見てるから、そう、それにつきます。強いチームに行ったら絶対めっちゃ勝ってるはずなんだよね。はい。ただ癖が強い。ただ違いますよね。癖が強すぎるんです、ね、勝つために行くんじゃないんで、はい、まあ、3つ目がもう熱すぎる性格、はい、でビュエルサ自身が言ってるのが、監督としての最も重要な役割はファンに熱狂してもらうことだ。やっぱ熱く魅了できるか。フットボール勝つためにやってるんじゃない、ファンを熱くできるためにやってる。過去一番うなずきが多いかもしれないです。もうこれですもん。そう、俺もそう。熱狂しないと。いや、そうなんですよ。エンターテイメントですからね。エンターテイメントですから。やっぱそれでこう、まあ、このチャンネルもそうですから、はい、やっぱ感情的情熱になれるか。見て最高って思わないと、やっぱり。そうそう。負けても勝っても最高って終わるのが、やっぱり最高のフットボール。いや、でもすごいよね。だから彼はエモーションも持ってるし、ロジックも持ってる。無敵じゃないですか。すごいよね。無敵じゃないですか。情熱の男だし、戦術も世界一だし。はい、ただ、半端ない。この無敵を選ばざるを得ないぐらい、癖が強いっていう。癖が強い。だから基本的に、ね、心が響かないとオファー取らないし、心が響かないと、ね、すぐ辞任しちゃう。ちょっと悪い癖が。エスパニオラ6日で辞めてます。アルゼンチン代表からオファーがあったから、そっちの方が熱くなったんだろう、ね、そうですね、まあ、これはでもアルゼンチン人なら分かります。まあ、そうですね。そこはまだセーフですか。そう、まだセーフ。ラツィオ2日で辞めてます。選手獲得嘘をつかれたから。2日2日で辞めちゃう。2日で辞めちゃう。ついに出てきました。2日オーナーお前ら取るっつったじゃねえかって。ちょっと時間くださいじゃん。2日で辞めちゃう。でリールも13試合でやめちゃう。まあそこもフロントとちょっと。そうですね。ビエルさんならでもやりたいことがあって。そうだね。そのために選手を用意してくれるっていう話があるから、はいはい、でもうそうそうロジックとエモーションぶつけてやるっていう準備をしてる。そうだね。何枚も積み重ねたやつを、はい、もういなくなっちゃった。はい、まあそれはもうやめちゃいます。やめる。ビエルさん。約束が違うじゃない。違う。そうだね。オファー取る前にビジョンがもう全部あるじゃん、はい。もう全部あって何年後かまでのビジョンがあって、こういうサッカーをしようって。熱狂間違いなしみたいな、うんうんうん、そこまで組み上がってますから。街全体がもうわーってなって見えてるんだよね。そう。クラブだけじゃない。はい、ファン、街、もう全体。それを見えて、それが一個でもピースが外れると、いや、もう、すみません。プロの仕事できないです。熱狂させられません。やめちゃいます。やめちゃう。変態ですね。変態。そう。まあだからこそクラブ全体、もうマジ全体を動かせる力があると。はい。スティーブ・ジョブズが近いかなとちょっと思った。この変態度。ビジョナリー変態。熱すぎる。そうですね。自分でまとめて思ったの。これジョブズじゃん。ジョブズの周りみんなジョブズ嫌いだからね。そんな男がやっときます。リーズやっとリーズに帰ってきたじゃん。やっとリーズに帰ってきた。おかえりリーズ、はい、主任の記者会見、はい、彼の言葉、このクラブは私にふさわしくないほどビッグクラブだ。リーズの仕事が情熱的になることを願う。うおー、もう見えてますよこれ。見えてる。このクラブは私にふさわしくないほどビッグクラブだ。リーブ13位のチームにポテンシャルをそれで感じたんですね。すごいね。響いたんだろうね。いろいろ。響いたんでしょうね。うん。十何年間、新喜劇をやってたチームに、はい、下から目線で。素晴らしい。素晴らしい。最初にやったこと、まずね、選手に3時間ゴミ拾いさせる。で、その理由が、ファンタジーがどれだけ苦労して見に来ているか知ってほしかった。ああ、もう、熱狂させる準備が整ってますね。そうそう、一個ずつ整えてますね。整えて始めましたね。ビジョン通りなんだろうね。で、プレシーズンもクソ殺人目。殺人ボールってあの選手たち呼んでたらしい。ムーラボーもうきっちりビジョン通り。ビジョン通り。よしよしよし、仕上がってるぞと。できっちり準備して、はい、開幕戦、はい、ホームでプレミアから降格してきたストーク戦。ストークはもうほぼ全部プレミア級の選手ばっか、はい、間違いなく格上。3万7000人のホームスタジアムで3-1の快勝ですよ。さすがですね。
きっちり。これがもう熱狂のさせ方のお手本ですね。きっちり。スタートダッシュ半端ないね、ビエルさん。いや、すごいっすね。やっぱ他のチームもスタートダッシュすごいんだよな。はい。そのビルバオ、はい、マルセイユもすごかったんかな。もうビジョン通りを実行していくだけですからね。そう。1年目からですよ、しかも。もうそう、計画はもう立ってる。あとはやるだけ、はい、でもここからもうずっと連勝ですよ。2019年1月1日、25戦15勝6分け4敗の1位。いや、この前半戦は最高でしたね。あ、そう、リーズすげえなって思ってました。2018年、はい、ずっと最後の1111、ね、こっからなんですよね。こっからで2019年2月13日出ました、はい、スパイゲート事件。もう 出ちゃいましたね。こっからなんですよね。ダービー戦で試合前の会見でビエルサがダービーの練習場に偵察を送ったことを、うん、認める。通報があったんですもんね。そうそう、なんか変なやつだぞ。変なやついるぞ。変なやついるぞ。リーズはキャップかぶってんじゃねえかみたいな。それなかった。どうもみたいな。すごい目持ってるんですよね。もうすごい目とカシャカシャやってるやつが。確かにそれは私が送りました。私の指示ですよ。堂々と。で、まあ、アルゼンチンで結構普通にやってたことだから。はい。潔かったですね、その会見が。ごめんなさいも言わなかったんだよね。はい。うん、試合は 2-0 でリーズが勝った。試合後、ダービーのランパード監督。はい。私は今週リーズの試合を15時間見たが、それだけだ。スパイ行為をするくらいなら僕は監督業を辞める。結構言ってますね。強く批判するわけ。はい。で、試合後のビエルさんも、まあ私の国では通常行為だ。イングランドでも犯罪を犯したわけではない。うん、ランパードに電話したが、謝罪するためではなく、私の責任だと伝えるためだ。ああ、私でした。あ、自分がやりました。はい、別にごめんとは思ってないけど、うん、やったのは認めますので。さすがですね。男気溢れてます。あそこが。部下の堂々としてる。部下のことは自分の責任だって言い切ってます。あ、そう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 。いい男ですね。一人送ったことぐらいで、私の分析、大して変わんないから。そうですね。そんな、この何十年間。知らないから、みんな。ビエルさんが変態だってこと。そう、ランパードはまだ1年目ですかね。そうそう、ランパード1年目。まだ分かんないですね。ビエルさんの変態度を。そう。でも結構問題になる、イギリス中で。はい、あ、こいつダメだ、こんなスパイ。で、こう、いろいろ賛否両論になって、で、ビエルさんが緊急記者会見を開くわけですね。はい。はい、毎回記者会見やると辞任しますから。あ、ビエルさん行っちゃうよみたいな感じになる。そうですね。2019年2月16日に記者会見を、はい、開けます。ただ、皆さん呼んだのは、インターン一人練習に送ったところで、私のダービー分析は何も変わらないということを証明するためです。いや、もう言うことが違いますね。そう。で、ここからもう、独壇場70分。ダービーのすべてを。そうですね。ガーこのフォーメーションは、この選手は、左足、右足、頭みたいな。もうすべて何パーセントでフォーメーションがどんどん入るみたいな、全部調べてる。そうそうそう、これ読みましたもん。読んだ。もう変態、変態です。もう70分ノンストップ、はい、もうとりあえず分析だけ、はい、以上。はい、だから何も言ってないですよね。ごめんなさいとか何みたいな、ただのダービー紹介が。そうそうそう、しかもダービー以外もちょっと話して、ほとんど全部紹介して、そのチャンピオンシップを紹介して、はい、はい、じゃあ最上でですみたいな。これで練習見に行ったところで何も変わんないでしょ。全部知ってっからもう。分かりましたかって、記者40人50人ぐらい、はい、呼んで行った人がコーチングのマスタークラスだ。天才の仕事を垣間見れた。そういうコメントを残してます。記者が尊敬して終わるっていう。やばこいつ。だって記者はもうスパイゲートを攻めようとしてこの会場に来てるわけですから。そうその当時はそう、もうやめさ、こんなやつやめろと、イングリッシュフットボールダメだよ、ふさわしくないみたいな、もうフットボール生まれた土地だと、論調の中記者会見が開いて、バー70分天才がいるよみたいな。5000万円ぐらいかな。はい。5000万円、リーズが罰金される。スパイゲート。ビエルさん。あ、私が全額払いますよ、それ。男気。もちろん私が払います。男気。これをぜひ話してほしかった。男気。さすがビエルさんですね。金は、まあ、自分の責任だから。私。はい。そんなビエルさん、スパイゲート事件。ただ、その後、ちょっと失速しちゃうんだよね。そうなんですよね。後半戦全然ダメでしたね。そう。ダービー戦終わった後1位だったんだけど、その後18試合で7敗、44節終えたところで3位まで転落してしまうと。そして、アストンビラ戦ですよ。昇格ライバル5位のアストンビラ。ここで大事件が。そうですね。起こります。大事件ですよ。0-0 で迎えた後半34分。ベラのコジア選手負傷して寝込んじゃいます。はい。で、そのままリーズ、コリヒがゴールを決めちゃって、1-0 リード。大乱闘です。はぁ、そうっすね。お前、あいつ寝込んでんのに何ゴール決めてんだよ。まあ、よくあるシーンというか、まあね、まあ、どこかしらには絶対転がってるシーンですよね。そうだね。ビラレッドカード出て、はい、1-0 でビエルサが叫んでます。なんか、はい、ああ出てきました。熱い男が、男気ビエルサ出てきましたよ。なんか叫んでる、はい、なんか叫んでる。そしたらもうリーズの選手がみんなこうやって立ち止まってビラにゴールを捧げると。もうわけがわからないですね。
ビエルザ。その試合は1-1で終えた、はい、15年ぶりに昇格できるかっていう時の大事な時にゴロを上げると、はい、そうなんですね。そのまま言ってたらもしかしてもあったかもしれないですけど、そう、この試合で自動昇格1位2位の可能性が消えちゃった、はい、自分から消しましたからね、消したかは、うん、もうあんな乱闘があったにせよ賛否両論です。やっぱ男気ですよ、うん、この指示を聞く選手もやっぱビエルサリーやっぱ訓練されてますね。そう、訓練されてます。ビエルサに訓練し終わってますね。そうそうそう、選手たちは。ボスがいるなら、ボスが変態、変態ボスがいる、まあ、何人かやっぱ嫌だったらしいけど、いやそれはそうで、何人か止めに行くんだよね、一人で、一人一人止めに行くけど、そしてプレーオフも、まあ、これでもう勢いなくしちゃって、はい、ダービー、またそうなんですよ、ランパードダービー、ここで破れるのがダービーっていうのがまた面白いですランパード、スパイゲートのランパードダービーに2000で 4-3 で敗北して昇格を逃すと、はい、でこの時に、まあ、メディアはビエルサバーンアウト、はい、ビエルサ燃え尽き症候群ハードすぎるね、ビエルサ、はい、前シーズン前半は調子いいけど後半失速するんじゃねえかなと、はい、いやいやいや、もうメディアはそう言いますけどね、いやもうビエルサここじゃ終わんないですから、いやそう、ビエルサですから、ここで、まあ、1年目終わる、はい、次の年継続、そして無事プレミアリーグ復帰を果たすと。それだけですか。でもプレミアリーグは復帰しました。この年は、この年の特集的なやつちょっとあの時間なくてさ翌年奇跡を起こしプレミアリーグ復帰を果たすこれ後半戦、めでたしめでたし、後半戦タイトルビエルサの奇跡ですよね。いや奇跡起こしたんです、奇跡のシーズンは翌年奇跡を起こしプレミアリーグ復帰を果たすめでたしめでたしシュールシュールな終わり。いやでもこの年絶好調ですからね。しかも あんま事件ないんだよ、強すぎて。そうなんですよ。しかも前半戦ちょっとこうふわふわして、前半の後半からずっと1位ですから、ね、後半戦にはビエルサっていうのをこの年シーズンで汚名返上してるわけですから。奇跡はあのコロナが起きたっていう奇跡です。キチンビエルサの奇跡はコロナが起きたっていう奇跡。でも乗り越え。そうですね。はい。翌年奇跡的にコロナが起きたにもかかわらずプレミアリーグ復帰を果たす、はい、めでたしめでたし以上で、以上で、以上で私のプレゼンを終えましたありがとうありがとうございます。いやハッピーエンドでよかったですね。いやハッピーエンドですね。ビエルサストーリーが面白すぎて、そうです、そこに時間取られちゃった。後半ほぼビエルサでしたあのビエルサ成り立ちが面白くて、もうビエルサエピソードまだ全然あるからね、変態ビエルサの偉人でリーズユナイテッドっていう、後半ビエルサですもんね。そう、無作の3部目20分で終えようと思ったら、はい、収録1時間しちゃいましたね。そうですね、1時間ですね。これリーズをキュッとまとめておまけビエルサみたいな感じでいいんじゃないですか、うん、おまけビエルサを。いやビエルサすごいね。いやもうでもやっぱ目が離せませんね。そうなんですよね。これを聞いて、これを3部作全部見た、まあ、3部作か4部作か分かんないですけど、はい、全部見たら多分今期のリーズからみんな目が離せなくなります。ビエルサからね、はい、今期のビエルサから目が離せなくなります。俺引き続き選手のこと全然知らないから、はい、なるほど、あの誰か、ヨークシャーのピルロ、はいロドリゴぐらいこの資料ね、124ページの資料をリーズ作ったんですけど、はい、リーズの選手の名前2人、1人ぐらいしか知らない、1人2人しか知らない、ほぼビエルサじゃないですか。ビエルサはポチェティーノの足を測ったのは分かった。分かりました。はい、リーズ目が離せませんね。いや目が離せない、最高でしたね。ああ今回はありがとうございます。本当にサッカーの話は全くしてないです。全くしてないです面白い、魅力的なサッカーするらしいです、しかもリーズはそれで皆さんなんかこの動画で興味が持てば、ちょっと少しリーズ見てみようかなと。はい、そう、ね、興味持っていただければ幸いです。そうだね。まあでもこんだけこう、なんだろう、やっぱりリーズとビエルサ、やっぱいいチーム、いいタッグチームだね。そうですね。ファンも熱くて、街も熱くて、ビエルサも熱い。そう。そして刑事も熱いんですかね。うん、この。で、こう、お互い曲折してきた。歴史を持ち。そうですね。ここで最後、どういう花を咲かせられるのか。今年度のリーズ、いやちょっとトップ6とか言ってほしいね。いや今7位でしたっけ。そんなもんこれ撮ってる時は。いやちょっと見てみたいな、まあ、6いったらでもビエルサボールできねえだろうな。できないですね、ね、今の戦力じゃ、はい、だ今年8位ぐらいでもうちょっと強化して、はい、来季6位ってぐらいがいいから、ね、そうですね。そうなんですよ、これでヨーロッパ行っちゃったら、はい、来季降格しちゃう。そうです、もう今の刑事は絶対やんないと思いますけど、うん、あの多分そういう段階を踏んで適切な補強をやってくれます。だビエルサがいるからだよね。そうなんですよね、うん、そこなんだよ、はい、ビエルサが代表はなんか長いんだよね、この人。
代表長いです、ね、代表は4年6年とかやんだけど、はい、クラブは2年が最長だから、はい、短いですよね。短い、疲れちゃったって。でもこれ3年目だからリース、はい、今最長記録プレミア来ましたしね、まあ、確かにね、はい、これどうなるか、せめてプレミア2年やってほしいなと、いやー、思っておる今日この頃です。そうだね、はい、ちょっとライブ収録したいね、リーツ。そうですね、はい、じゃあ皆さん、はい、Thank you very much for watching。 いや長かったですね。長かった。じゃあまたやりますんで、はい、今回、まあ、他のクラブやりたいところがいたらぜひリクエストください。はい、じゃあ Thank you so much for watching。 Be emotional, be passionate。 皆さん、ありがとうございました。